ここ？なんかめっちゃ綺麗だけど、ここなんか素敵なとこでは？あれ、なんか変なとこ来ちゃった。こっちか。キープティディ、誰か私たちより先に来てる？犬の散歩の人たちだよ、きっと。おいおい、私らは冒険に来てるんだろ。ドッグランに来たわけじゃねえぞ。うんち。うわ、踏んだらけじゃねえか。でもでも、大人だけだし、大人って探検の方法知らないし、車の中でお茶飲んでるだけだよ。この先のお山まで来いで洞窟を探してみよう。大人が絶対に見つけられないお宝を見つけるし、先に頂上にたどり着くんだ。わあったよ。でもな、やっぱ誰かが先についてるってのが気になんだよな。じゃあもっとスピード出してそいつらを追い抜こうよ。お、あの人いる？あ、いるじゃん。石切り場の頂上まで登る。なんか新しいのある？ないわ。じゃあいいです。あんまいいのないな。誰が来てたんだろう。でも車も結構あるね。大人数じゃん。あ、この水、夕焼けだけど溶岩みたいに見えるね。すごっ、真っ赤じゃん。もう、てか夕方なの。え、地面が動いてるよ。なんでなんで。うおお、呪いだ、ますます強くなってやがる。え、なんでなんで。あ、なんかある。あっち行きたい。あ、壊せるこれ。あ、姉さんお願いします。いけいけ、こいつを食らえ、このクソ呪いが。頼むで。お、やろ。ここはどうやって行くんだ。なんかウサギさんいる、ウサギさんいる。こっちこっちこっち、めっちゃ赤い。道なりでいいのかしら。宝さん、もう少しだよ。お、なんかめっちゃ呪いが。なんだろう。お、崩れた。崩れたけど、ネッサでいける？いけない。そういうことじゃない。待ってろー。あ、ここ入れるよ。なんだここ。おお。あ、あーあーあ、そこ巻いた。なんだここ。あ、ここさっきんとこだ。ショートカットができた。こっち？あ、登れないの？そんな。うわ、すげえ。溶岩だからね、気をつけてね。はーい。これさっき開いたところはなんかあるのかな？こっち。ここここ。ん？なんもない。洞窟だ。あ、あ、あ、あ。お？あ！これでさっきんとこ来てたのか。もうなんかさっきぶっ壊しちゃったけどね。壊せんだって思って壊しちゃった。いや、ここは何もないです。自転車。あ、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 え、チャリ取れない。チャリ取れなくなってしもた。よし、いけたいけた。このさ、溶岩地帯の後ろにも洞窟あるんだよね。こっちが正規ルートなのかな。じゃあこっち調べよう。
わあ、びっくりした。犬、あ、なんか上行けそう。あっち調べよう、先。川の中、ここ、え、ここは、あ、お宝、ラッキー。じゃあこっち、さっき犬がいた方、こっちの上が頂上。うわー、この犬何、川だ。うわー、びっくりした。あ、待って、あ、剣見っけ。下行けそうだったけど、まあいいや。え、なんかさ、剣士さんたちが置いてったんだよ、きっと。ここ行けそうじゃない、ここ、ここ。あ、誰かいる、誰、デメルザ、あいつにあたしらのしてること言うんじゃねえぞ。当然だよ。こんにちは、おじいちゃん。お犬さんもこんにちは。いい骨見つけた？お、こんにちは、こんばんは、デメルザ。アーティスト。コーティーの散歩をしていたとこじゃよ。今日の最後の散歩じゃからな。楽しそうじゃろう。なんでおててがドロドロなの？あ、僕らと同じに石切り場の頂上まで登ろうとしてたの？まさかそんな恐ろしいこと夢にも思わんよ。いや、この辺りのな、地面を掘るとなかなかいい粘土が見つかるんじゃよ。わしが彫刻してるのは知ってるじゃろ。ここの粘土はとっても柔らかくてしなやかでな。それもあって山の上の方は登りにくくて大層危険じゃ。粘土層の上には花崗岩があるとな、岩ごと滑り落ちてくるんじゃ。崖崩れには気をつけないといかんぞ。じゃあその粘土って崖から落ちた人たちの潰れた骨でできてるんだ。冒険者さんの骨に騎士さんの骨全部合体して粘土スライムになったんだ。うん、詳しくは知らんが、粘土はそういうもんじゃったかの。おや、そろそろ日も暮れそうじゃ。ポーティーと家に向かう時間じゃ。もう帰るぞ、ポーティー。うちに帰れば生入りの骨が待っとるぞ。ワンワン。怪しいな、おい。怪しいか？でもあの人、土使ってね、なんか陶芸してるっていうのは前見たから。てか、どうやって入ったの、あの人。この狭い空間をくぐらないとここには行けないのだよ。こっち側はなんか怪しいとこないのかな。この上は何なんだろう。もう先剣掘ろっか。剣、剣。あれ、行けない。こっちじゃない。こっちか。エサお願いします。よし、行け、行け。よし、剣を手に入れるぞー。おいしょい。よし。これで洞窟入れる。行きましょう。自転車置いてくんだ。なんだここ。洞窟だ。危ね。うわー。やばいやばい。気をつけてー。あ、抜けれた。もうちょっとだ。ここに剣あったよね。え？剣がない。誰かが持ってったんだ。呪いだ。呪いのせいだ。いや、大人かもしれない。呪われた大人ら最悪だ。デメルザ、待て。ちょっと落ち着けて。お前が見てるもの全部追っかけてたら終わらないだろう。真面目にやろうぜ。集中して石切り場の頂上を目指さないと。ごっこ遊びは帰ったらやろうぜ。な。クソガキが持ってったんじゃないの。戻ろうぜ。おーい。なんだっけ、コナン、なんとかが。本当の剣だったとしても別にいらねえしな。だって役に立たねえじゃん。銃刀法違反ですからね。え？あれ？
さっきと違う。私らどうやってここに来たんだ？こっちから来た。道が変わってる。あれ？ここどこ？こっち？あれ？どんどん道変わってんだけど。あれ？魔女の罠だよ。こっちだ。あれ？帰れない。あ、こっち行ける。やった。帰れた？これで。あ、うさぎさんだ。自転車んとこ帰れなくなっちゃった。なんだここ。あ、奥になんか剣ある。あ、剣だ。剣剣剣剣剣剣。あると思ったんだ。なんだったんだ今の。試されてた。いや、ただのレバーだろ。しかもボロい。レバーなのこれ。剣が抜けたよ。僕が王様だ。錆びて折れたレバーじゃんか。僕たちが王様なら何でも命令聞くよね。岩さん、岩さん、そこをどきなさい。通しなさい。お、お。ああ、だからデメルだ。ただのボロいレバーだって。でも、開いたけど？はははぁ。自転車たちを起き上がれ。王様の命令だぞ。自転車、あそこにあった。嬉しそう。よし、お仕事完了。めっちゃ楽しそう。王様の前にひざまずくがよい。笑ってるで。あ、どこだ。デメルさん、遊ぶのは後にしようぜ。よし、王様モード終わり。騎士たちを共に行こうぞ。姉さんもノリノリで草。一緒に頂上行くんだ。え、なんか怖い人いる。なにこれ、怖い。え、怖い。なんか首吊り人形みたいなのある。こっちだー。めちゃめちゃぐねぐねの道だな。大人だってきっとここまで来れてないよね。ね。そうだな、私らが初めてだよ。大人は大きいから何だか通れないもんね。お、ここ。しかもチャリじゃなくて車しかないしな。車じゃ通れないね、これは。ん？ここは、なんだ？あんま行けないけど、上にレバーがあるのが見える。ここはナール。どこに繋がってんだ？どこだ？反対側までだな。これは？電車持ってこよう。こっちかな。こっちの奥に剣があるんだよ。ここ。ここほら。あった。いきます。お、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 すごい、すごい。おぉ。さっきの洞窟どこに繋がるんだろう。ああ、なると。これさっきのさ、洞窟と場所変わるんじゃない？出てくるとこ。ここ。お、違うとこ出た。いいね。こっちだ。
こだ？下か。よいしょ。あ、またある。よいしょ。あ、これで自転車持ってこれる。あ、またあった。はい。お、また道できてる。剣が抜けないよ。レバーだっつってんだろ。こっちは錆びてないんだろうよ。うおお、姉さん大丈夫？これもう一回やればどうなの？あ、あ、この間にネッサが行って、うんうん。うわぁ、すごいね。これで今のうちに、行って、剣を引く。あ、ここは錆びてる。このでっけえの動かすの楽しいな。楽しいね。大きい怪獣さんみたい。これ自転車持ってこれんのかな？あ、持ってこれる、持ってこれる。よし。行くぞー。この奥か。こっちだ。なんかすごいとこだね。誰も本当に来てなさそう。あ、でも壺あるよ。壺。あのおじいさんが、ここで作ってんのかな？これなんだ？なんかある。これはオースティン・セント・ブルワードさんだね。ペンファージーは昔壺とかが有名で、それを作る工場があったんだって。今は島の外で作ってるけど。石切り場のこの辺りに住んでた患者なんだって。患者？あ？患者？あれ？患者じゃなかったかも。賢者？とにかくそんな人が石切り場の頂上に住んでたんだって。ああ、賢者か。本当にそんなのがいたのか知らねえけど、賢者なら一人住んでそうだよな。まだ住んでるかもしれないよ。いろいろ探してみようよ。まだ住んでんのかな？なんかこう、みんなの想像の賢者ってみんなさ、こう、髭が、長い髭があるイメージ。なんなんだろう。お、なんだここ。空飛ぶ車さんだ。上まで連れてってくれるよ。ここで上に行けるんだ。レバーもある。先にもう一度動かさなきゃなんねえけどな。じゃ、このレバー引けばいいのかな？これ。よいしょ。ん？なんか動いてる？ん？なんか動いた？変わらん。なんだ？どうしたらいいんだ？こっち来た。あ、なんかある。動き出したぞ。あ、やった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 。あーあーあああ。え、僕ら置いてかれたよ。あらららららら、行っちゃった行っちゃった。あ、やべ。ああ、ごめんね、卵さん。あの卵めっちゃ頑丈だけど。よいしょ。こうしてこれでレバー引けばいけんじゃない？来ないわ。違う。うん？でもなんかガーガーさん。あ、大丈夫かな。卵。ずいぶん高いところから落ちたよな。動いてるよ。あ、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 帰った。わあ、こんにちは、パフィンの赤ちゃんさん。かわいい。名前は何ですか？何しよっか。ふわふわちゃん？クロックヨーグ・ザ・シェルスマッシャーだな。卵？
どうしよう。ふわふわちゃん。いいね、それで行こう。あ、でもでも、お父さんお母さんはどこ？そうだな。どうせ私ら石切り場の頂上まで行くんだからさ、そこまで連れてってやるか。騎士たちがここに来たとしても貴重なお宝を持って行ったんだろうし、それと同じだよ。だからさ、他の鳥たちを見つけるまではガーガーがお父さんやってやるよな。キャプテンならこの子の面倒見れるよな。よし、いい子だ。赤ちゃんパフィンを家族の元に返してあげる。あ、かわいい。来てる。追っかけてきてるよ。超かわいい。でもさ、こうなってくるとさ、お父さんとお母さんと認識してくれるのだろうか。ほら、引っ張って。あ、抜けちゃった。もしかして。あ、これって、すっごい、回り道じゃん。大丈夫だって。あ、なんか川が、近道なんて赤ちゃん用だよな。おっと、赤ちゃんパフィンは別だぞ。ちゃんとついてくる。すっごい回り道だけど、自転車乗ってこれるから良いのでは？ね、あとこの宝箱どうやって取るんですかね。赤ちゃん来てる？あ、来てる来てる。よし、行くぞー。川がさ、せき止められてる、ここで。ドラゴンさんの足跡。マジ？これ？ドラゴンなんかに赤ちゃんパフィア渡さねえぞ。あ、ここ壊せるよ。またドラゴンだ。どこ？よし、壊したー。壊したけど何もないんだ。うわあ、やばい、守れ。赤子を守れ。ここに剣がある。引こう。よし。どうなった？何も起きないよ。え、なんか向こうで音がした。なんだろう。行くぞ。こっちの方で音したけど。なんだ？変わった？なんか。あれ？で、メルさん、あのレバーなんとかできねえか？あ、あれか。できる。こうだ。えい。お、ナイスショット。やったぜ。いきますよー。こっちからまた音がした。あ、道ができてる。ガーガー赤ちゃん連れてってくれる？乗せてる。かわいすぎ。そしたらあの中。ここだ。行くぞ。